じゃあ右手で持って左手添えて肩の付け根まで。こんな手でそこから手幅一つ増やす。約75センチぐらいなんです。それを右のクリップに留めて、はい、巻いてって左のクリップに留めます。で、右のクリップを真ん中に留め替えて、はい、手先を右の肩に預けていきます。で、三脚のところ右手で押さえておいて、左手で巻きながら、そう、背骨ぐらいまで来たら右に回る。右に回って右手に持ち替えて戻ってきます。一周します。右手は真横の帯の下線持って、左手はで緩んでるからギューって押す。巻いてきて左のクリップで止めます。もう一回二巻き目、左手で巻きながら右に回って右手に持ち替えて戻ってきます。右手は真横を帯の下線持って、左手もう一回突き抜きます。はい、抜けたら真ん中のクリップを下に、右下左手は肩にある手先を左のクリップまでキュッと、はい、で表出して横に広げます。左手をキュッと下に下げて半分にします。そしてこの腫れの方は今クリップ止まってるところから斜め上に上げていく。1回、2回、こんな感じになりますよ。で、それを右手でまず持ちます、はい、で、左手で半分にした手先を持って右手の上に乗っけたら持ち替えたら手先で抜いていきます、はい、ギューってそしたら左に行って倒す。で、根元しっかり持って、前結びのオリエントパウダーとついてくるパウダーなんですけど、この硬いところを置いて下からぐるこれを頑張ってグーって引っ張ったら伸びます。もう一周します。で、あとぐるぐるです。この残りを最初はその長さによるんだけど、ちょこっとだけ残して中に入れて、長さによってね、ぐるぐる加減の長さが変わるけど、ちょっと長い帯だと、この土台に1回しちゃってから2回巻いて、こうすると、ここが2つの左右が2回、これが一番短くしてあげる。今長いじゃないですか。なので、こっちを